人間センサとは人間の所在を検知するためのセンサである赤外線、超音波、可視光などが用いられる。業務用の場合赤外線と超音波を組み合わせることもある。一般家庭用の場合は赤外線のみであることが多い。自動水栓は差し出された手を赤外線で検知することで水栓の開閉制御を行う。センサにより人間の所在を検知し、 照明を点灯する。防犯を目的として、屋外灯に使用されることもある。サニタイザーへの使用例。排水や薬剤の自動的化だけでなく、検知した使用時間に応じて、排水量をコントロールして、節水にも役立てている製品も開発された。個室トイレに設けられ、人間の所在を検知する。一定時間以上、同一人物が入室したままの場合に通報する。 機能をつけることもある。トイレでは一定時間以上入ったままの場合、中で倒れている可能性もある。そのため、それをセンサで検知し、通報する。一部の病院などで用いられることがある。トイレ内は人間感情的に監視カメラをつけにくいため、センサが用いられる。また、デパートなどでも開店時間中にトイレ内に隠れ、 閉店後活動する窃盗犯がいるため、防犯上取り付けているところもある。公共の施設、主にデパート、駅、ホテル、劇場等、衛生面や快適性を重視する施設の水洗式トイレでは、水洗便器の洗浄水に、尿石防止の薬剤を添加する装置であるサニタイザーに、人感センサーを内蔵することにより便器使用ごとに、自動で排水だけでなく、薬剤も、 自動的化させている。また、最近では、人感センサによって、使用時間も検知して、排水量を自動コントロールすることにより、節水にも、役立てている製品も開発された。赤外線人感センサによる、自動洗浄、自動洗浄、使用者数、起動回数カウント、設備保護、危機器作動状況、通報機能を搭載した最新のフラッシュバルブ便器の、洗浄装置である。 フラッシュバルブに組み込まれ、便器使用者を赤外線で検知し、使用者が退いた後に自動で洗浄する。検知時間により、水量の流し分けや長時間にわたり、通水がない場合に蒸発により、内部の水が減少し、排水トラップ内の風水の乾きから破風を防止するために、最後の検知から24時間後に自動的に洗浄をする。最新の伝送式。 フラッシュバルブには、便器洗浄機能以外に、一定時間以上同一人物が入室したままの、場合に通報する機能を有するものもある。人が倒れている、恐れのほか、盗撮等の防犯の目的もある。また、フラッシュバルブがいたずらをされた時や、故障時等、機器の異常を通報する機能を併せ持っているものもある。盗撮や不審者が疑われる長時間入室の、退室後や、 いたずらが疑われる機器の異常を感知した場合、トイレ入り口部の防犯カメラと連動し、警備会社の警備システムに自動的に通報が行われる場合がある。ありがとうございます。